経営チャンネルの時間です。はい、冗談は置いといてですね、すいません、この動画、このチャンネルは選手にインタビューをしていくっていうチャンネルなんですけど、今日はすいません、一人語りになってしまいます。ただ懸念があって、老婆心ながら、パパ活ってあるじゃないですか。で、パパ活ってお金をいただいて、大金をいただいてちょめちょめするみたいなことだと思うんですけど、すいません、僕やったことないんでよくわかんないんですけど、で、その港区女子みたいなのが、そのパパ活的なもので現金をもらってるけど、税金を未払いで検挙されて大変なことになるみたいなのって皆さんニュースで聞いたことあるんですけど、ブレイキングダウンもね、めちゃくちゃ今もう注目度高いじゃないですか。もうメディアもニュース、ヤホーニュースとか取り上げようもんならすごいし、ビュー数も。Twitter でも選手がつぶやこうもんならすごいインプレッションだし。っていうことでですね、スポンサーですごいお金をやっぱり稼がれてるわけですよね。で、まあ、ちゃんとした社会人であれば、税金をいくら払わなくちゃいけないとか、確定申告とかあるんですけど、日本ってあんまりその税金関係って学校で習わないじゃないですか。だからその若くしてスポンサーの年間だとか、単発だとかわかんないですけど、その何百万もね、懐に入って、っていうのはすごい素晴らしいことなんですけど、果たして税金払ってんのか問題っていうのがあって、だから、なんかそろそろ目つけられて誰か、やられんじゃねえかなって思ってしまったんですよ。なのでちょっと注意喚起っていうのは偉そうなんですけど、税金は別に払わなかったら時効がある人とかですか、税金は時効はなくて、だからもう5年後だろうか10年後だろうか分かった時に来て、めちゃくちゃ上乗せして払うことになるんで、みんな確定申告とか大丈夫っていう。なんか米尾さんとかはね、なんか結構そういうところすごい冷静沈着なイメージがあるんで、しっかりね、なんか社長さんの知り合いとかも結構多そうだし、米尾くんこういう風にやったらいいよとかいろいろアドバイスもらってそうな感じはするんですけど、なんかね、みんな大丈夫かなっていう、そろそろ税務署入られたりしないっていうね、これ本当に老害のたわごとなんですが、そろそろパパ活みたいにね、パパ活女子、港区女子みたいに検挙されないかって急に夜な夜な心配になったんで、こんな感じで回してみました。皆さん気をつけてください。